ナポリ大聖堂ナポリ市教座教会は、イタリア南部のナポリにある、主要な教会。教会内の小聖堂は、ナポリの守護聖人、聖、ヤヌアリウスに捧げて建てられたものである。聖堂には、原則5月の第1土曜日と9月19日の年2回だけ、持ち出される、ヤヌアリウスの血液が入った小瓶を収蔵しており、それら年2回の祝祭日には乾ききっている。 はずのヤヌアリウスの血液が瓶の中で液状化する。伝承によればこの血液が祝祭日に液体化しなかった場合、ナポリに何か悪いことが起きると考えられている。教会はシチリアオーシャルル一世により建設するよう命じられたものである。建設工事は彼の後継者であるナポリオーシャルル二世の統治下においても継続され、ナポリオを ロベルトの統治下にあった14世紀初期に完成した。建物は古いキリスト教のバシリカ建築の基礎上に建設され、それらの跡は未だにはっきりと見られる。教会の下にあった遺跡からはギリシャやローマの人工物が発掘されている。聖堂内部の主な呼び物は聖ヤヌアリウスの宝の礼拝堂で、内側にはドメニコ・ザンピエリとジョバンにランフランコ作のフレスコが、 ドメニコやマッシモス・タンツヨーネ、フセペデ・リベイラ作による教会上部の装飾、フランチェスコ・ソリメーナの手による豪華な主要祭壇やコジモ・ファンザー5作の作など、他にも芸術作品を数々収蔵しており、14世紀フランスの巨匠たちによる生物箱も含まれている。他の芸術作品にはペルジーノ作の聖母秘書店、ルカ・ジョルダーノの描いた油絵、 そして4世紀のモザイク画を含んだ古きキリスト教の洗礼堂がある。主要な礼拝堂は18世紀に修復されたもので、ピエトロ・ブラッチによるバロック調のレリーフが加えられた。また、ジョバンニ・ボッカッチョの作品、デカメロンでも触れられたミニュトロ礼拝堂は14世紀のフレスコ画を備えている。その他、地下聖堂はロンバルディアの彫刻家。 トマソ・マルビートが建築に携わっている。聖堂のファザードは19世紀後期にエンリコ・アルビーノによって手を加えられたものであるが、ティーノカマイーの作の彫刻をいくつか含んだ15世紀作の入り口はそのまま保持された。大聖堂に付け加えられているパラッツォ・アルチベスコビーレの建物はナポリ市教官区の司教座が位置する場所となっている。現在の宗教はクレシェンツェセペである。 ありがとうございます。